野田駅は大阪府大阪市福島区吉野三丁目にある西日本旅客鉄道大阪環状線の駅である。駅番号は JRO13。駅シンボルフラワーは野田富士である。阪神電気鉄道にも野田駅があるが約500メートル離れている。阪神野田駅と近接しているのは千日前線では隣の野田阪神駅、JR では JR 東西線の海老江駅である。 大阪市場駅に繋がっていた貨物支線跡。現在は線路保守用車両の通行ために舗装されている。旅客船のみに島式ホーム一面二線を持つ高架駅。分岐器や絶対信号機がないため停留所に分類される。西九条駅が管理している JR 西日本交通サービスによる業務委託駅でアーバンネットワークエリアに入っており、愛国家が 利用可能である。また、JR の特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。外回り線の外側に貨物線がある。ただし、当駅を含む福島駅西九上駅間は大阪環状線の先造扱いであり、東海道本線貨物支線となるのは福島駅等である。かつてはこの貨物線から地上へ降りる路線が分岐していた。その路線は、 地上で二つの路線に分かれ、片方は、大阪市中央卸売市場本場の中にあった、大阪市場駅へ向かう、貨物支線。もう片方は、三菱ガス科学大阪工場や福山通運、大阪流通センター、連合、淀川製紙工場などへ向かう専用線となっていた。専用線はもともと三菱製紙が付設したもので、1953年2月11日に、完成し、 4月1日に春工式が実施されている。この専用船に接続する会社は、その後変化しながら、1985年頃まで使用されていた。かつては1階とホームを結ぶ階段の踊り場に、スタや JR の打点に直結する改札口があったが、2019年2月に閉店し自動改札機は撤去されている。以前は出場専用であったが、 その後は入場することもできていた。時間帯により停車する本数が大きく変動する。朝夕のラッシュ時は約3分間隔であるが、12から15時台は1時間4本のみが停車する。大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2015年3月22日からロシア民謡の1週間が発車メロディとして使用されている。 大阪市中央卸売市場が駅近くにあることと、下詞の日曜日に市場へ出かけにちなんでいる。2019年度の1日平均乗車人員は12,565人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。大阪式バス出店、ありがとうございます。